はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日は2021年7月度、デュエルキング達成者デッキをご紹介していきたいなというふうに思っております。今回局所的ハリケーンという最強カードが禁止になった記念ということで、まあちょっと違う、いつもと違うデッキでデュエルキングちょっとなろうかなと思って、まあトラップが強いデッキ何があるかなっていろいろ考えたんですけど、まあガジェットなんですよね。僕結構おじいちゃんなんで結構ジジイなんで、割と昔のカードがやっぱどうしても好きなんですけども、ガジェットビードってトラップカードを結構積むんで、局所的ハリケーンとかされるとめちゃくちゃきつかったんですけど、しかもなんかモンスター1個しか出ないかな、基本的には弱かったんですけど、今回は局所が禁止になったっていうこともありまして、トラップカードをある程度伏せておいても除去されないっていうのがあるんですよね。なんで今回はこのガジェットビードっていう昔ながらの古き良き力、これを使ってデュエルキングになってきました。結構強かったです。ねえ、まあちょっとドラップカードがね、なんかその本当に今環境にいろんなデッキが多くて、そのまあなんだろうな、その特定のデッキに対してメタればいいっていう話ではないので難しいんですけど、かなりあの環境をメタるのが、まあ一応全部に刺さる、全部に刺さるっていうあのカードをなんとか頑張って積みました。でトラップカードなんですけど、手札を捨てるカードも結構多いんですけど、この辺あんまりこれを積みすぎるとあの事故るんで、言うてガジェットも1枚しかサーチできないんでね。なんで1枚で強いカードももちろんいっぱい積めるのが一番よくて、例えば、ヘッドジャッジングっていうあの世界一不快なカード、世界一不快なカードは積んだら相手に使われるのは嫌ってことは、自分が使ったら強いってことなんで、基本的にはね。なんでこれ、それから分断、これも踏ませれば強いと、まあ、結構ね踏んでくれるんですよ環境、あんまりなんだろうな、バンバン除去されないんで。で、あとは神の説理ね、因果説理、この辺はまあ、あの普通に、まあ、手札捨てる強いカードという意味で入れてるのと、あとは1枚で仕事するカナディアですね。カナディアはまあ因果切断のコストとかにして壁にしたりでもできるんで、まあ、そういう意味合いで入れていますと。あとのギミックは本当ガジェットビートなんで、そのレベル4のガジェットを召喚していって、サーチして、そのサーチした手札をまた次のターンに展開していったり、コストにしたり、まあ、ライトニングボルテックスっていうね最強カード入ってまして、まあ、これのコストにしていくと、やっぱねモンスターがめちゃくちゃ強いから環境的に、だからライトニングボルテックスやっぱめっちゃ強いですよね。これ1枚カードをサーチしてこれるようなそのガジェットとかエアーマンとかそういう系のデッキだったら、やっぱライトニングボルテックス刺したくなるね、強いから。このカード1枚で返せる盤面が多すぎるっていう意味で、ちょっと若干パワー弱いんでガジェットは。こいつに助けられたことが一体何度あっただろうかっていう感じです。早速ねガジェットビートやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、ブルーアイズさん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ブルーアイズはライトニングボルテックスと摂理が刺さるからな。剣士いいだろ。いやーでもちょっと先行取られてるの痛いですね。まあでも因果切断あるかどうかなんだよな。あとは、セット怖いですね。私のターン。ジェイソン・ステイさんのターン。あードローフェイスめっちゃ光ってる。サンダーブレイクあるかもしれないね。ホリーライフバリアか。だったら結局意味ないんですよね。ホリーライフかサンダーブレイクあるんだったら、まあ、ちょ因果だった場合はちょっとあのガジェットセットとかそういうのもあるかなと思ったんですけど、カードを伏せる。一番、まあ、サンダーブレイクあるかもしれなかったらあれだよね、全伏せして、全伏せっていうかあるか、一枚は摂理のコストとしてガジェ取っといて、ガジじゃねえ、バジェで、イエローガジェット召喚、イエローガジェット効果、グリーンガジェット持ってくる効果で、これぶん殴っていくしかないかな。とりあえずちょっとカナディア1枚は取っときましょう。でまあレイル飛んでくるかもしれないですけど、まあしょうがないですね。レイルはあー、因果切断強いですね。因果切断で太鼓切れ、 OK、 そこまで読んでいました。そこまでは読んでいました。まあ、どっちかっていうと摂理残してほしいですけどねどっちかっていうと太鼓の白石だろう。さあ太鼓の白石の効果を発動し、太鼓の白石の効果によってできたらブルーアイズモンスター白き霊竜を、特殊化していくよ。白き霊竜の効果、相手のフィールド上の魔法トラップモンスカードを1枚を選択し、それをゲームから除外していく。 OK、 摂理が残った、よしよし、いいぞいいぞ摂理が残ったのはいい。なんだっけ、あいつの効果とか止められますからね、あのスピリットとか。わあ、布石1枚追加うぜ。シンクロしてきても、でもライトニングボルテックスあるんで、なんとかなるんですよね。精霊竜はいいっす。精霊竜はいい。で、チューナーと、追加召喚もなかった。あれ、1枚ブルーアイズとかですかね。
あの手札、まあ、多分そうだろうな。2500は全然いいです。さあ受けましょう。分からせてやるぜ。銀河切断いいだろう。俺様は手札から。おっせえな。グリーンガジェットを召喚。グリーンガジェットのモンスター効果を発動。さあグリーンガジェットの効果によって、レッドガジェットを手札に加えることができるぜ。さあどうする、スピリットドラゴンさんよ。遅いんだな、もう。はっ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 なんかダークリベリオンみたいな。逆のライトニングデスオメイ。さあどうする、カイバヨウ。もうお前変身しても遅えぞ。ライトニングボルテックスの効果に遅延して、お、いや遅えぞ、そう遅えぞ。この説明を打つ必要はない。勝手に死ぬからいいわ。なんで今変身したんだ。死ぬぞ、もう遅延遅えぞ。いやいや遅遅遅遅遅がセットしようかな。一応いいや、もトラップ受けてもなんか太鼓じゃないし、それ多分追加召喚、太鼓あったら多分追加召喚してると思うんで、これ太鼓じゃないですね。オッケー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 、よし通る通る通る、ターンエンド行くぞ。よし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 、悪くない悪くないだろ。伏せカード2枚あるからね。まあ多分、まあ、インガ切断2枚目とかホーリーライフバリアとかサンダーブレードとかそっち系だと思うんですけど、なんで多分ね、エクシーズ召喚とかしない方がいいと思います。多分これ出して無限に殴っていくと、ライトニングボルテックス好きでは、ライトニングボルテックス好きすぎだろ。さあレッドガジェットの効果で、ここで、エクシーズしたいんですよ本当はね。ギアギガントクロスとか出したいんですけど、だからギアギガントクロスとか出してそこに因果切断とか月の蝶とかされるパターンめちゃくちゃ多いんで、ここエクシーズせずにシンプルにガジェットビートします。古き良き、これが古き良き力よ。良き力だ。さあ反逆ののろしを上げろ、ガジェットモンスターなし。デモンズチェ、ほらね、ここでデモンズチェを打たざるを得ないっていう。出すか、伝説のバージェストマカナディアビート始めるか。伝説のバージェストマカナディアビート、伝説のバージェストマカナディアビートをしていく。さあどうする、これでちょうどだぞ。1200と1400ちょうどだぜ。あ、ちょうどじゃねえか、100足りねえか、1103名だった。ちくしょう、残り100、惜しい。でもライトニングボルテックスあるからね、何だって出てきても多分いけるんだよね。先行流スタロスじゃない限りは多分なんとかなります。さあどうする、会話社長。俺様の手札には最強カードが揃っているぜ。お前のモンスター、うえぇ、ははははは、ライトニングボルテックス最強すぎる。さあお相手の方、対戦者探し、ファンサービス強要おじさんですね。よろしくお願いします。デュエル3倍、これも反動強いですね。反動はかなり強い。ただ何デッキかによるんだけど、まあ、多分サクリファイスパペット系のねデッキ最近割とよく見ますよね。割とギミックパペットもこのスキルがあるからめちゃくちゃ強かった。やっぱデュエルリンクスってスキルゲーなんで、まあ、スキルでねある程度ね、そうなんだろうな、環境に押し上げてくれるそのキャラテーマ、これが嬉しいところですね。いいところでもあり悪いところでもあるっていう話はあるけど。どうしようかな。カナディアニフセッションとかいいよな。さすがにこう展開力めちゃくちゃすごいんで、アイテムデッキなんで、とりあえずグリーン出して、でグリーン効果レッド持ってきておいて、これ展開できないんですけど、まあちょっと罠で遅延していくっていうスタイルですね。でこうしてでエンドと、これライトニングボルテックス打ったところでワンキル取れないし、なんだっけ、デストロイは、破壊されて墓地を取られると手札から出てくるんで。俺は永続魔法パフォームパフェット、いやそれ強いな。これは戦闘効果でギミックパペットが破壊されると、除外されているパペットギミックパペットモンスターを特殊召喚するよっていうか、それとあと、フィールド上のギミックパペットモンスターをのレベルを、墓地のギミックパペットを除外して同じにする。はい、さあネクロドール特殊召喚いいだろう。ネクロ特殊は強い。まあでも一応対象には取れるんでね、今現状ここ一番嫌なのはビスクドール落とされて対象耐性与えられるのが一番強いんですよ。何もできないんでカナディア2枚だと。
なんですけど、まあなんとかなると思う。これは対象には取れるんで、ギミックパペット、ジャイアントキラー、オッケー。ギミックパペット、ジャイアントキラー。ジャイアントキラー、まあ、ほっといてもまあいいけど、一応カナディアは温存しといて、次のね、あのこいつ殴られるのは別にいいです。このギミックパペット、しかも特殊召喚してるモンスターいないんで、俺のフィールドに。ジャイアントキラーは特殊召喚しているモンスターじゃないとファンサービスできないんで、これ今ファンサービス拒否状態ですね。パペット、はい、あーテラベビ強いね。さあテラベビ行こうか。成功した時、墓地のギミックパペット。なるほど、ギミックパペット、なるほど。デストロイ、ん、何が一番嫌かな。デッドリシーンが一番嫌かな、一応。今のところこの盤面だとね。墓地からギミックパペット、あ、除外する。パボンパペットでレベル8を除外して8にしていくと。自分フィールドのモンスターのレベルを除外したモンスターと同じにする。まあでもあれだな、出せるモンスターそんなに多くない。ヘブンストリングスかフランケン、フランケンか、オッケー。フランケン、まあフランケンは裏側にすればいいんじゃないですかね。表側の効果一回無効にするけど、手札捨てるし、守備表示になるんで、これはシンプルにカナディアで止めてあげれば。さすがにこの4500受けると死ぬんだね、俺も。さあこれは止めるか止めないか知らんけど、止めれば守備表示になるし、手札捨てると。多分これ止めない方がいいな。ああそうだね、止めない方がいいと思う、うん。で、ジャイアントキラーでぶん殴られるのはしょうがない。でこれもこうして、でこれで両方消しますね。2500トラップ発動で沸かしといて、でカナディアであのフランケンは消しましょう。2500か、2500だから、デッドリーシーンです。デッドリーシーンで除外しましょう。ギミックパペットはおよそ全然関係ないモンスター出すけど、レッドガジェットを召喚。レッドガジェットのモンスター効果を発動。レッドガジェットのモンスター効果によって、ガジェットモンスターを供給し、さらにあんまり意味ないもんな、何出しても。デッドリーシーン以外意味あるか。プリンコとも意味ねえしな、ローチも意味ねえしな、ギアギガントクローさん取っ払いやしな。2500をしょうがないな、デッドリシーンだ。レベル4のモンスター2体でオーバーレットは心地くエクシーズ召喚モンスターナンバーズマジデッドリシーン。そしてデッドリシーンのモンスター効果を発動。オーバーユートを1つ使い、お前のフィード上のモンスター1体をゲームから除外する。これによってエクシーズ素材は全部取り除かれる。さあカードを1個セット、バトルフェイザー、バトルだ。さあまずはバーデストもカナディアでてめえのザコモンスターを破壊させてやる。かわいそうだよな、あらこのさ、なんか横になると戦士がねえからさ、バージェストはカナディアに負けるっていうね、フランケンさん。かわいそうっす。さあデッドリシンの効果で戻ってきたてめえのモンスターのエクシーソエはゼロ、つまりお前のモンスター効果発動できない。さあどうする。ファンサービスをしているのは俺のようだな。ネクロドール墓地からこのカード以外のギミックパペットを除外して来い。なるほど、なるほど。結構ね、ライトニングボルテックス打つタイミング意外とないかもしれないね。アドバンスドロー強えな、それは強え。やべ、それはアドバンテージ稼がれおじさん。まあでもこれターンちゃんで、テラーベビー、やばい強い。テラーベビーの効果で、まだなんかいたっけ。ギミックパペット一体を、はい、守備表示で特殊召喚できる。ジャンシンクロンね、結局ジャンシンクロンみたいな効果レベル4。なるほど、もう一回ギミックパペット来るか。あーはい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 、オッケー。パフォームパペットの効果発動。モンスターのレベルを除外したモンスターと同じにする。裏側か、落とし穴掘っときました。てってれー状態ね、これ。現れろ、はい、ナンバー15ギミックパペットジャイアントキラー M 字開脚インディオブジョイトイだよ。さあバージェストマカナディアの効果発動。お前のモンスターは裏側表示になってもらう。お前のモンスターは永遠に素材を取り除かせてもらう。これいらない。あでも一応これあれだ、ランク2入れといたら、これあれだな、カナディア沸かしてランク2できんだな。ランク2入れろギミックパペット、ジャイアントキラーいいわ。ランク2入れよ。ファンサービスの始まりだ。さあファンサービスの始まってく、ファンサービス始まってく。あいつ守備力高えから、トラップ。あーネクロバレーワンチャンある。とりあえずあのモンスター除外するじゃん。さあグリーンガジェットの効果、お前のモンスターは除外させてもらう。そしてネクロバレーは一応発動しておく。フィールド魔法で、発動。なんかパフォームパペットの効果で破壊されるとなんか蘇ってくるんだけど、全部守備力低いから
まずライトニングボルテックスを打ち、ライトニングボルテックスの効果で手札を1枚捨てる。そしてギミックポイントモンスターが破壊された場合、パフォームパペットの効果で除外されているギミックポイントモンスターを特殊召喚できる。パフォームパペットの効果問題はない。いけ、イエローガジェットを召喚、イエローガジェットの効果を発動。さあこれがアドバンテージの稼ぎ合いってやつよ。バトルフェイス、これが本当のファンサービスってやつよ。おりゃー、悔しいでしょうね。私の勝ちだ。さあお相手の方、福田真さん。あー、カリバー、カリバーマジで無理、カリバーマジできつい。あの、セッツであるからいけるか、イエローガジェット召喚。いやーなー、これどうだろう。発動、ね、チャネラー召喚はやばいね。チャネラー召喚が一番やばい。2枚セットするしかないか。チャネラー召喚一番やばいけどな。チャネラー召喚本当にやばいから、まあ、因果切断か切断かどっちかを使うしかない。で、罠のワンチョークで、罠を回収してなんとかするっていう。どっち、誰、パフューマー、パフューマーか、あ、かいいね、それパフューマーはいい。パフューマーは接点出てるから神の摂理を発動。貴様のモンスター効果無効させます。これはスワローズネストを打つタイミングはない。なぜかって神の摂理はカウンタートラップだからさ。よしよしよし、あ、伏せないのマジ。いやでもモンスターレイのきっついな、モンスターレイのきっつ。これどないしよう。ヘッドジャッジング決めるしかないんじゃね。ヘッドジャッジング決めるしかないです。来た、これが伝説のイエローガジェットビート。これが伝説のイエローガジェットビート。結構こういう試合多い。なんかガジェットでひたすらビートしていくっていう。カリバやめて、パピーマきつい。どんだけパピーマ握る。モンスター効果発動、ヘッドジャッジングするしかねえ。ヘッドジャッジング、ヘッドジャッジング。外してくれ、外してくれ。うおーっ、でーっしゃーよっしゃ、何万華鏡か、さあ来て、何なんだって。フィールドカード、ハーフィーの狩り場、行くしかねえ、くらえ、行くしかねえ。インガ切断、インガ切断の効果よって、てめえのモンスターを除外してもらうぜ。ネストやめて、ネストやめて、ネストないじゃん、ネストないじゃん、マジネストないじゃん、マジ神ゲーなんだけど。伝説のバーテストもカナディアピータもできるんだけど、これ今こそ出よ。さあこれ特殊召喚、奇跡起きた、やった、ネクロバレー来た、あんま意味ない。スキラーズ終わらない罠ジョークを発動してもらう。銀河切断も回収させてもらったぜ。なんて強いんだ。カードを一枚ゲット。エクシズ召喚の数必要ない。このままぶん殴っていけ、いけ。お前のモンスターらしいな。僕に勝つには程遠いんだよね。おととい来やがるクソったれが。